えー、このブログをですね録音してる時に時々荒の方向に行っちゃうんですね荒の方向とは別に間違ってないんですけれどもこの今日の話題ですねがんを防ぐとこれはあのまあ現在発がん性物質を全部なくなすタバコを全部なくなれるすおまけに腹流炎までなくなすとですね私たちはもう本当にがんについては無菌状態のようになってこれで、えー、昨日アップしましたようにグラフのようにですね もうがんがものすごい勢いで増えてるわけですね。でがんの制圧というのを1975年ぐらいから始めてですね、がんの制圧どころか、がんはもうどん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 再現なく増えてる状態なんですよ。それで我々は今ですね、考えなきゃいけないんですね。えー、タバコとかそういったせあのがん発生物質を抑制し、食品の中から、えー、がんの抑制物質を全部外し、定期検診し、放射線治療と手術によって、 えー、がんを抑えるという全体の性がんというやり方が全部間違っている可能性があるわけですねいやもうもっとはっきり言えば間違っていることがもう実証されているわけですよ1975年ですからね85年95年、えー、2005年2015年とも40年間国はですね国もお医者さんも同じ方法でがんを抑えようとしてもう10倍近くになってるわけですね。 でこれはですね、私が自分で研究をしてる時だったら、もう絶対に方向が間違ってんじゃないかと思って、深く悩みますね。ところが、あのその厚生労働省の医師もですね悩んでる気配がないんですよ。まあ、悩んでて黙ってるっていうこともあるんですけど、科学者は公に言わなきゃいけません。そこで、お医者さん頑張ってねっていうふうに言っちゃったんですよ。私が言いたかったのはそうじゃなくて、私たちはどうするっていう方なんです。もう国も信用できないんですよ。 国立がんセンターなんか全然何の意味もないんですよなんで国立がんセンターがあるのかとこれでがんセンターがあってがんが増えるのかっていう感じですよね。で年齢があの増えたからじゃないんですよ。これ私もちゃんと補正してるんですよ。年齢ごとのがんの発生率っていうのを補正してるんです。大して変わんないんですよ。ちょっと増加が緩くなるぐらいしかないんですよ。だから我々ががんを止めるには自分で考えなきゃいけないんですね。 もうお役所もお医者さんもがんセンターも全く期待できないんですよ。ということはどういうことかって言ったら、まあ、原因は多分ですね、またこっち行っちゃったらいけないんですけど、まあまずはがんの増加が止まらないっていうことなんですね。これはもう事実がそうなんですよ。グラフ見たらもう本当にこう国立がんセンター何のためにあるのと、厚生労働省何のためにあるのと思うぐらいがんが増えてるわけですね。それから医師や役所はお金しか興味ないんですよ、実は。 それが問題なんですねあの私がよく言うあの高,高血圧もそうなんですけど高圧剤をで儲けようと思っちゃうんですよだから血圧は高ければ高いだけのメリットとデメリットがあり低ければ低いだけのメリットとデメリットがあって本当に国民の健康にはどうしたらいいかってことを考えなきゃいけないんだけど全然考えてないわけですねそれから政治家や活動家っていうのいるんですよ例えば活動家ですと禁煙運動をやってる人、まあ、こういう人もですね もう禁煙に夢中なんですよ。政治家は禁煙をやると当選するかどうかだけなんですよ。全然国民の健康を向いてないんですね。それから、がんの検診は、がんを防ぐことができないということは、これはお医者さん、ずいぶん言っておられますね。えー、結局、私がまあがんセンターの理事長とお話したときに聞いた話によると、まあ、簡単にはがんは2種類あると。非常にあの成長の早いがんと、成長が緩いがんがある。成長のの早いがんの場合は がん検診をやっても検診の時に、えー、見つからないか見つかったら手遅れっていう状態だとだから検診してもしょうがない,だか,ら成長が遅いだから結局がんの検診っていうのはそれほど意味がないとがんセンターの理事長が言われましたけどもその理事長こそがですね本当にがんを減らそうと思っておられるからそういう発言になるんでしょうね。 それから最近ではもっと驚くべきことがん治療ですね放射線治療とか手術で切除するということをした人とそれからまあ生活に気をつけながらなんとかがんを自分の力で克服していこうとした人と比較するとその,の治療をした人の方が短命だって言うんでですすよこ <laughs> これも驚くべきとですねだからつって私はですね実はがんの手術とかがんの放射線治療を進めてないってわけじゃないんです。 わからない科学わからない者というのは自分で勘でで勘ってはいいけないんですよだけどもそういうデータを見るとですねあれがんで放射線治療をし必要だったら手術するってことが必要だと思うし、まあ、自分もそうなったらそうするだろうなと思うんだけれども一方ではがん、えー、の治療をやり、えー、手術をするとよりがんの進行が増えるというデータもまた正しいんですね。 我々は一刻も早くそこをはっきりさせてほしいそっちの方に研究を向けてほしいえー、変なですねあの建前があってもう一回タバコで肺がんなって言っちゃったからそれでもう通すんだというのはつまらないこと言ってなくてですねもっとやっぱり科学的合理性を持った議論をして本当に国民をがんから救ってほしいって思うんですけれども、まあ、現在ではもうこれしょうがなくてだってスーパーで買う食品にはもう発がん性物質ほとんどないし それから最近では禁煙になり、さらに副流煙まで取っちゃうとですね、我々、まあそのうちあのラジウム温泉は入浴が禁止されるでしょうね。そうしますと、ますます癌が,が増えたりするわけですよ。だから、まあ今福島の放射線が少し高いんで、まあそれによる癌が,がかなり日本では多いでしょうから、まあ若干そこで禁煙分だけは福島の放射線で相殺されている可能性はありますけどね。まあ癌に対する免疫系、 体の抵抗系っというのは一重しく損なわれているると言えるんですねそしてまた、えー、日本国のがん,がんのを制圧するという人たちがですねがんを制圧するんじゃなくてもう今や、えー、自分たちの仕事を続けるとそういうことになっているので我々は自分でも潜らないといかんところが食品の中にわざとがん,がん発生物質を入れたりですね、まあ、今からタバコを吸い始めるっていうのも ちょっとと思うんですけど家族が本当に副流炎があった方がいいんならですね犠牲的にタバコを吸うことも必要なんですよね本当これ笑い話じゃないんですよね本当に真面目な話なんですよこれだけがんが増えてきたっていうことはですね我々がが,がんをにならないように努力してきたことが間違ってたってことなんですからね例えばそういうデータっいっぱいあるんですよ有名なスウェーデンのデータですと1200人の人を 40歳の時に600人と600人分けて片方は酒たばこ全部 OK、まあ、運動もしなくてもいい健康診断も受けなくてもいい食べたいものは肉でも何でも好きなものを食えというグループ A とそれからグループ B はですね酒たばこをやめて健康な食品を食べ健康診断をし適切な運動もしてっていうグループ健康管理グループが B それで10年間その生活を続けてもらって 50歳から60歳の死亡率を比較したら驚いたことに、えー、健康な生活をした B のグループの方が圧倒的に死亡率が高いんですね。このことは何を言ってるかというと酒,酒を飲んだりタバコを吸ったりするのがいいとかいうことを僕言いたいんじゃなくてですね、我々はこれが健康だっていうことが間違ってるってことなんですよ。これが健康だっていう中にお酒を飲んだりタバコを吸ったりするのは悪いと。運動した方がいいと。 それから健康診断をした方がいいと。真面目な生活をした方がいいっていうのが健康的な生活だという定義がもう間違ってるってことを言ってるわけですね。お塩を減らした方がいいっていうのはそれですね。だから野菜を食べた方がいい。だから我々が今、今ですね、頭で考えている、まあ、マスコミが洗脳したんですけども、お酒はダメ、酒は、あの、タバコはダメ、えー、塩辛いものはダメ、 えー、というずっと一連運動をした方がいいって一連のやつがありますねこれはもう明らかに間違ってるっていうデータがいっぱい出てるんですよ要するにそういいう話はないんですねそうするとまあ私がこう自分ががんにならないためにどうするかなと思って一生懸命お医者さんが真面目なお医者さんが一生懸命書いてるまあ国の御用のお医者さんはダメですけどちゃんとしたお医者さんの書いてるものとかいうのを見るとですね漢字としてですよ 私たちはどうするかって、今も国は全然ダメですよ。癌センターは全然ダメですよ。だから、まず第一、無理を避ける。これはまあ、ストレスの原因になるような無理を避ける。よく深呼吸をして酸素を取り入れる。それから、やや暑い風呂に入る。暑い風呂に入ると、あんまり温度差が激しいと危険ですから、風呂場を温めとくとか、そういう風にして暑い風呂に入る。それからまあ、1日に15分以上ぐらいですけども、日光浴も努めてする。運動もまあ軽くする。 ということなんで、無理を避ける、深呼吸を良くする、ちょっと厚めの風呂に入る、体温を上げるっていう意味もあるんですね。体温を上げるっていう意味じゃ栄養あるものを食べるっていうことで、あまりお肉とか食べないとやっぱり体温下がりますからね。それから日光浴もある程度必要だと。皮膚科の先生がなんか言いますけども、トータルとしては日光浴してる方が癌が,が少ないんですよね。それから運動も少しすると。まあこういったことをするしかないかなと。 で我々はもっとですね、お医者さんとか厚生労働省とか国立感染センターにもっと真面目に取り組んでくださいよと、まあ、その傍ら言うということで、そっちばっかをこの前強調しちゃったんで、ちょっと反省しまして、もう一回掲載することにいたしました。